寝てないよ。どうも、ドラゴンクエスト10の第5期初心者大使のリーナです。こんばんは。さてさて、皆さん、プラス903、90さん、どうです？まだお父さんいますか？皆さん、アリーナへようこそ。そして立ち見の方もどうもこんばんは。ごめんなさい、なんかちょくちょくこうやって枠を取り直しているんですけども、今はですね、こんな感じです。ロボコです。あ、皆さんロボコです。寝なさいって言われちゃった。はい、これです。本当に続きをやっております。さて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 、続けますよ。あ、アリーナ来てしまった。ありがとうございます。しかし来てしまったって、おい。よし、どんどんジャガメイジを、ちょっとね、倒してカバンを拡張したいんです。あれ、なかなか落とさないですね。あ、落としてったじゃない。いいじゃない。いいじゃないですか。さあさあさあ、猫島に向かいますよ。で、乗りました。落ちない？お、すごい、ここまで来ると落ちないんだ。すごい見上げられてる。隠れちゃうの？すいません、ちょっとこうパソコン用のメガネをしております。パパ、パパいたら返事して。2時ぐらいだと思ってた。嘘、びっくりした。衝撃、わ、すげえ衝撃受けた今。え、2時だった。2時だった。気分が2時だった。そうか、今4時なんだ。そうだね、ほんとそれ、もうあっという間、ほんとあっという間。俺が吹っ飛ばした。何を吹っ飛ばしたの？何を吹っ飛ばしたの？明日大丈夫です。時を吹っ飛ばしたキマールです。ちょっと一緒、何を言ってるか分かんなかったですね、皆さん。あ、なんかやばい。全然戦えない。いけ、てい。呪文でしょ。あ、何もできなかった。できなかった今私。あれ、ちょっと待ってね。戦歴でクエストでカバン屋さんのとこに呪霊状、あ、じゃあ違うか。リザードマン、リザードマンはいないか、ここには。お、誰だこれ。あ、敵かと思ったら、
寝る人ぜひおやすみなさい。また明日やりますのでぜひ見に来てください。寝る人おやすみなさい。もう4時ですよ。みんな無理せず本当におやすみ。あ、こちらこそありがとう。おやすみなさい。おやすみ。これ何？夕方まで寝てたむしろ起きてしまった。いや、よかった。それだったら大丈夫だね。よし。あ、クイックイックイック。あ、やばい。合ってるかな。拾う。違う。皆さん夜勤の方頑張ってください。本当それですね。無理しないようにね。このキノコは毒キノコかな。食べれるかな。すっごいでかいね。これ1個買ったらもう1年分1ヶ月か1ヶ月ぐらい食費浮くね。ダメだ。右上がパパさんまだいます。パパさん何時に寝るの。え、誰これ初めて見た。初見。一緒やんかそれ。私とどうしようかな。こうやって隠したら隠していっちゃえば。あ、これ何？誰？あ、やべ。かわいい。何よ。かわいいじゃない。いで。てい。え、怖い。え、私死ぬの？範囲内の敵を下げる。投げ払いね。どうじゃ。身をかわされた。投げ払いします。せいせい。いけいけいけ。すごく良いです。何？お父さん何？なんか口調が本当に。敵が近くに集まっている時に投げ払うといいのね。効率がいいってことか。
すっごい今頭の中で言葉が響いてるぞ。あ、師匠、キャットリベリオ、わらわらの息子ジュニアはまだ見つからぬのかい。逆に離れているなら氷結、そうだ、私氷結持ってたんだ。ふむふむふむ、あれでしょ、氷結なんちゃらかんちゃらってやつでしょ、長いやつ、カン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 のやつね。尻尾をつかませんで、狼藉、狼藉って何だ、キャットマンマ様の狼藉、かわいいな、すごいお金持ちそう、マンマ様今、あ、さっきの子猫か。私持ってる、私持ってる、乱暴すること、ふむふむ、待てと言っただろ、見せます、ここでもしいいえって押したらどうするの、ゲームオーバー、あ、なるほどね、怒られちゃった、かわいい終わった、終わるかと思った。おお、その目、その顔、その珍しさ、その愛らしさ、見まこうはずもない、まさにわらわの息子ジュニア、よくぞよくぞ生きていてくれた、さあジュニアを我が元に、やっちゃったな、リベリオ、バレちまったな、あー乗っ取りだ、下克上ってやつか、まんまこいつはやべえぞ、リーナ、わっ、ちょっとちょっとヒューザー、私も守ってよ、もう逃げた、わっ、そう来る、すんごい振り回すじゃん、すんごい振り回すじゃん、すっごい振り回す疲れるにゃね、
だよ。さあいで。ずるいにゃ。ずるいにゃ。ずるいにゃ。めっちゃ踊るやん。待って待って、 MP どうやって使うの？ MP どうやって回すんだこれ。道具か。あ、あった。あれ、小瓶だ。わ、まずい。あれ倒しちゃった？あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、倒しちゃった。ちょっと待って、私がマゴマゴしてるって本当だよ。ちょっと気づいたら、まあまあまあ。想像以上にポンコツ。あれ、待って、まだ生きてた。サポ選び正解。修行が足りない。お話、そうですね。ちょっとイケメン全部持ってってない、美味しいところ。本当だよ。それでホラーって言われてもな。その寂しさを知っているお前がその子を親から引き離したままにするのか？この子は町の港に流れ着いてしまいました。私、この子は捨てられたんだなって思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくていいよい。すべてはわらわの愚かな配下がしてかしたこと。そなたは、そなたに落ち度はない。そなたはジュニアにわらわと変わらぬ愛を授けてくれた。ならば、わらわは礼を言わねばならぬ。この子を返します。おお、ありがとう。わらわの息子はもう離さぬ。あ、ちっちゃいね。
めっちゃちっちゃい。そなたらにも礼を言おう。よくぞジュニアを届けてくれた。時にそなたはヒューザと言ったな。あら、そうなんだ。別れってのはさっぱりやるもんだ。ほら行くぜ。寂しいね。私宝箱を探し取って、あったあったあった、これだこれだ。超元気。もうないかな。この間みたいに2個あったりしない。なかった。ない模様ですね。それでは皆さん、ルーラストーン使ってズレットの方に戻りたいと思います。さあ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 、上を見てみようか。あれれれ、あお、お、行くぞ。穴開いてるよ、ちゃんと穴開いてるからね。え、なんで、なんで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 、もうちょっとこっち立てばいい。ここら辺だったら OK。 これもう一回いくよ。嘘。いやいや、ミャルザールが、ミャルザールが、やっちゃったな、やっちゃったなって、めっちゃ、バカにしてくるね。真ん中？真下じゃないと、この辺か。でも、あそこだよね。ってことはここら辺か。あ、影を見ればいいんだ。影だ影。皆さん、あれあれ、全然影があれしない。この二人の間だったらいけるかな。この辺どう。あ、間違えた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 。あかんわあかんわ。右の猫のあたりだよ。外出た方が早い。
全然違ったわ。全然違ったわ。行くぞ。しなかったんだけど、もう今ので大満足です。今のでボスに戦った喜びが味わえた感じでよろしいかな。今日一番の達成度間違いなくそれです。さあ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 決まるよ。どうじゃ。あれあれ、ちょっと皆さん皆さん、皆さん、見えます？延長いたしました。ちょっと、キュマールを猫島に置いてきてしまった。やばい。おもろい、おもろいぞ。しかしですな、優しいですなパパは。ほんまにほんまに優しいけど、もう一回見てみよう。今どこ、まだ猫島。うん、私の意地の方の勝ちですね。じゃあちょっとひまわりの種を食べて待ってようかな。キュマールグレー行っちゃったよ。あ、来た来た。うん、さあさあさあ、出てきたかな。見てみよう。ねえ、怖いのが近づいて。みんな見え、見えた見えた。今行くよ。ほら、みんな見えた見えた。わあ、逃げろ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 。あれ、いなくなった。いなくなったよ、みんな。わー怖いよ。地味に怖くない？やだ、怖い怖い怖い。かくれんぼ。めっちゃぴょんぴょんしてくるやん。間違えた。
なるほど。並んじゃったよ。並んじゃったよ。どっちが先に折れる。あ、報告報告、そうだよ、報告しないと。追いつくんだ。あ、あれ止まってくれた、優しい。よし、じゃあこれ終わったら寝ようか、皆さんもパパも。これで町のものも一安心です。勘違いすんなよ。そりゃご立派なことで。やった、やった。ドドドドン、イエイ。何？え、なんで？そうです、これで5日目です。間違えた。5日後です。ん？ 5 個目です。リーナ、付き合ってくれてありがとう。あれ？あれ？また告白されたと思ったらもう別れ話。振られちゃったよ、みんな。振られた。本当だよ、変わった男だよ。告っといてまたちっちゃい子と一緒に旅に出て、で帰ってきて、あ、なんだと思ったら振られて、ほんと変わってるよ。そうだよな、他の女のところに行くもんな。恩人。かわいそうでしょ、みんな。さあ外出てみよう。そうだね、そんな男よりきっといい男が外にいるんだよ。でもその外に出るドアが見つかんないんだよ。とりあえず寝るか。ふぅ。
もそろそろ寝ようかな。あれ本当にドアどこだ。あ、何ですか。いや、みんなまだ外は暗いよ。ね、寝てたー、パパ寝てたパパの後ろ姿、走る姿が結構あれやな、猫背やな。案内係でしたどうした、怒られちゃったの。あー、やっぱりこの部屋にいたんだ。うん、もう思わない。頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だがいないやつは。おお、ありがとうパパ、ありがとう、ほんまにありがとうそうだね、私も二人の愛を祝福しよう、祝福しよう。キモールさん、お疲れ様でした。おやすみなさい、また明日。すごいね、キモールさん、さ、4時半まで起きてる。昨日と一緒だね。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。本当だね。ロリコンやめて正解。うん、そうだね。昨日は5時だった。別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。うん。わ、いいな。いつから見てた？変なとこ見られちまったな。さっさと旅の先に戻るとしよう。うん、それじゃあ、あばよ、リーナ。イケメンだ。あ、元気でね、ヒューザーお兄ちゃん。兄ちゃんはやめろ。旦那と呼べ。私はヒューザ兄ちゃんみたいにはなれないかもしれないけど、一人でも生きていけるように頑張ってみるよ。それで大きくなっていつか猫島にいるあの子に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。リンナさんもいろいろありがとう。私はもう大丈夫だから。もう大丈夫みたい。さあ皆さん、お疲れ様でした。リンナはもうここで終了いたします。すいません、なんか延長してしまったんですけども無事5個目の、なんだっけ日本語、5個目のキーエンブレムを、獲得することができたので、ここで終了したいと思います。皆さん本当に見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんも追いついた？よかった。でもね、また明日頑張ります。はい、ではでは皆さん、マジでお疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかった。もうそれ一番嬉しいです。本当にゆっくり皆さんも休んでください。本当に徹夜になってしまってごめんなさい。次は明日はもうちょっと早い時間にやりたいと思います。ではでは皆さん、
ちょっと待ってくださいね。最後に全画面に入れ替えります。はい、皆さん。